こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は EMS と DHL の送料比較ですね。DHL で割引送料をもらっても、結局容積重量っていう決まりがありますんでね、体積で出てくる重さ、それと実際の重さ、どっちか高い方の送料を捉えるというのが、DHL とか、何しろ EMS 以外は、全部その決まりの中で送料決まります。そうするとね、あれ安くしてもらったはずがあんま安くならないなと。手間かかるんだったらこれ別に EMS でいいかなとなる場合が多いんで、その比較を、してみました。これね、どちらかというとこの送料どっちが得かっていうか、やっぱりあんま大量にね、送料を安くして送るとかいうのは割に合わないんじゃないかなというような話になってきます。まずね、送料以外の面で言っても、インボイスを書かなきゃいけないと。これ日本の Amazon の資料なんですけどね、結構怖いこと書いてます。まあね、Google 翻訳で、訳した、一部訳してますけど、Amazon に税金払わせるんだと。手間かかるようなことしたら、荷物は送り返すか捨てるよと書いてあります。で、先ほど言った容積重量ね、じゃあ実際どういうふうになるのか、ちょっと具体例でいくと、150サイズの段ボール。ね。例えば私がよくお勧めしているフィギュアなんかだと、まあ150サイズでもね、10キロぐらいということ結構あります。まあ10キロ前後と思っていいですね。ところがこれ DHL の計算だと150サイズは24キロです。フィギュアを送った場合は、重量計算、容積重量でやられると、実際の重量の2倍から2.4倍の送料かかるということですね。で、これが140サイズだと、EMS だと11,800円、DHL だと19.5キロの料金と。で、160サイズ目いっぱい送った場合、30キロの料金です。で、EMS だと大体15キロ。ね、15キロより重いっていうのは逆に壊されやすいんであんま進めてないんで15キロぐらいです。で、まあ、これはね、この EMS の料金表で、出した数字です。だから、手間、ね、インポーターを使わなきゃいけないとか、あるいはインボイスを丁寧に書かなきゃいけない、ね、関税かかる率が多いということを考えたら、最低でも、EMS の半分以下、ね、悪くて半分の料金が出てこないと、割に合わないケースが多いです。まあ、もちろんね、扱い商品によりますけど、インポーターもね、Amazon 推奨はこの、サミエル、シャピローっていう会社ですね。Amazon FBA って書いてありますけど、結構高いです。ね、で、まあ、この細かい、ね、先ほどの伝票の書き方とか、サミエルの、概要とか、その辺はこの動画では、この記事では省略します。なぜなら、いろいろ調べてね、帰ってったら、まあ、そもそもね、簡単にできるというのがね、アマゾン輸出の良い点なんで、まあこれ、交渉もめんどくさいしね、伝票書くのもめんどくさいし、まああまりメリット、ね、ごく一部の人を除いてメリットないんじゃないのかなと。逆にここに力を入れて、送料安くしていっぱい送るよりはですね、商品構成を考え直すとか、仕入れを考えるとか、あるいは販売方法を広げるとか、情報発信も合わせて考えるとか、そっちで行った方がね、はるかに、稼ぎやすいし、リスクとリターンに見合うというような気がします。これはね、ただ私が前提として話しているのは、あんまり人を使わずね、そしてあんまり、自由な時間がなくならない方法でやるってことで、コンサルというかこの記事書いてます。いや、そうじゃなくてね、自分は人を使って会社をでかくしたいという場合は、まあ、全然、こっち方面行くのも OK ですし、それはそれでサポートさせていただきますけど、まあ、いろいろどう交渉するか、ね、どういう注意点があるか、送料を安くするのを調べてって、きちんと調べていくと、どうもね、起こってるトラブルとか、出せそうな値段とか、かかる手間、あとどんな商品を扱うかを考えると、得にならないケースが多いかなという印象でした。また個別の相談の方はですね、どれぐらいの荷物を、いくらで送ってると、いうのをね、教えていただければ、またサポートさせていただきます。そんだけで、この EMS と DHL の送料比較、
比較して細かくね、こういうふうな該当したら使うとかいう話しようと思ったんですけど、あんまりね、頑張ってここを力入れるとこじゃないかもなという結論になりました。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。